判決はフランツカフカの短編小説。1913年に年間しアルカディアにいて発表。その後1916年にクルトボルフ社より26ページのごく薄い本の形で刊行された。カフカが自身の作風を確立した作品とされている。主人公ゲオルク・ベンデマンは父親の店で働く若い商人である。 彼は2年前に母を亡くして以来、父親と二人で生活しており、現在は、もっぱら彼が中心となって、店を切り盛りしている。作品の冒頭では、彼は、異国で生活する友人への手紙を書き上げたところで、ある。友人は、成功を求めて、ロシアのペテルブルクに移住した者の,の商売がうまく、いっておらず、家業が成功しているゲオルクは、 彼との手紙のやり取りに迷うところがあった。1月前に恋人と婚約したことも手紙に書きそびれていたが、しかし今回はようやく決心し、長い手紙の最後に自分の婚約について記していた。ゲオルクは手紙をポケットに入れると、父の部屋へ行き、婚約の知らせを手紙に書いたことを父に知らせる。しかし事情を聞いた父は、お前にはペテルブルクに友人などいないと言い張る。 ゲオルクは父に友人のことを言い聞かせ、父の健康を気遣い自分の部屋のベッドへ運んでいく。しかしベッドに寝かされた父は突然奮撃し、ゲオルクが女の色化に迷い、自分や友人をほったらかしにしていたことをなじる。そして自分はペテルブルクにいるゲオルクの友人をよく知っており、それどころか彼の代理人として、すべての事情を手紙で書き送っていたという。 そして言い争いの末、父親がゲオルクに歴史を命じると、ゲオルクは家を飛び出し、父母を愛していたことを小声でつぶやきながら、橋の上から身を投げる。この作品は1912年9月22日の深夜から翌日の早朝にかけて、一晩で一気火星に書き上げられた。カフカはこれより1月前、後に婚約者となるフェリーツェバワーに初めて出会っており、 この作品も彼女との出会いに触発されて書かれたものと見られている。また、作中の父親像には父親ヘルマンに対するカフカの葛藤が色濃く現れている。特に物語の後半より夢の形式とも言われるカフカの作風が初めてはっきりと現れており、この作品の執筆がカフカにとって文学的転機となった。判決執筆の直後、カフカは 失踪者を改めて書き始め、11月から12月にかけて代表作、変身を完成させている。収録されている書籍名を記す。ありがとうございます。